はい、最後のレッスンに入ります。座る瞑想。で、これ難しい順番で言ったんで、だから座る瞑想っていうのはちょっと難しいんです。で、座る瞑想の場合は世にあるメディテーションと同じだと思わない方がやりやすい。あと日本では座禅という文化がありますね。外国人が日本文化って言っちゃうとすぐ頭に来る、頭に来ないね、頭に浮かぶのは座禅なんです。日本人は知らないんですね。外国人にとっては日本文化行ったらこの着物姿ではなくてね、座禅する姿がまず一に来るんです。それから京都のぐにゃぐにゃ歩いている女性の姿が出てくるんです。3番目に京都とかこれから東京の何て言いますか、日光とかね、そういう人工文化を思い出すんです。そういうことだからね。で、座禅ではないんです。だから私は歩く座る瞑想とすごく気をつけて言葉変えてます。ちょっと変えなくちゃあかんですね。では座る瞑想のやり方を説明します。この修行者が1時間も歩いたんです。1時間も歩いて、そうそろそろ1時間になってくると自分が座るところに戻ってください。戻ってからまた10分ぐらい、あるいは5分でもいいんです。5分ぐらい多数瞑想する。立ってます、感じています、立ってます、感じています、立ってます、感じています。歩くときはしっかり背筋を伸ばすんだけど、なんとなく曲げちゃいますね。まあもう、まあ、それはありますから、これ立つ瞑想で背筋をしっかり伸ばして、立ってます感じています、立ってます感じています。5分ぐらい終わったら、全部5分ぐらい終わったら座ります。座るときも座ることが瞑想であると理解してやってください。座って瞑想ではないんです。座ることが瞑想です。はい、そういうことで体をちょっと下げなくちゃなくちゃかんですね、下がらなくちゃかんですね。それでゆっくりゆっくり膝を曲げて、下がむ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 、途中で手を伸ばして座布団を触ったりする、バランス崩れたらね、手を触ったりいろいろやります。それを実況するんです。それから腰をすけますと、座布団の腰をすけるんです。座布団はまあちょっぴと高い方がいいんですね。座布団で座布団でまんまる座らないんです。座布団の先っぽでこのお尻の半分しかすけないんです。座布団はそのまま、ほんのちょっとしかすかわないんです。はい、お尻にこの座骨という骨があるんです。2つなんかトゲみたいな、トゲではないんだけど丸いんだけど、骨2つあるんです。座骨というんですね。座骨で座るんです。それから座布団の真ん中に座りませんよ。ちょっと座骨で
お尻の半分ぐらい透ける程度で十分です。それでお尻を透けて座る。はい、それから順番どうでもいいんだけど、足を組んでもいいし、背骨伸ばしてもいいんです。皆様の体の調子によって考えてください。私はまず背骨を伸ばすことを説明します。今座骨に座布団が空いてるんだから、そこから伸ばす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 と頭の上まで、そういうことで実験を中継して背骨を伸ばすんです。その場合もお尻の方で下に引っ張ろうとしているでしょ。我々は自分の精神力で、心の力で上に上げているんです。だから歩く瞑想、座る瞑想、それから立つ瞑想で背筋を伸ばしていくことが、なんて言いますか、absolute necessary、絶対的な条件なんです。なぜならば、この心の力、はっきりしてほしいんです。視線に任せません。視線の流れに身を任せて、地獄に落ちません。逆らってみるんです。だから背筋伸ばすだけです。だから、それで伸ばす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 背筋伸ばしておくんです。背筋伸ばしてからそこを保って、大事なことだからね。それから適当に足を組むこともいいんです。座ったらこの背筋伸ばしてることがすごい宝物なんです。唯一視線法則に逆らうところだからね。だからそれから適当に足を組むこともよろしい。で、若い人々はそれできるんだけど、私の年寄りだったら足もそんなに動いてくれませんだからね。で、体弱い人々は先に足を組んで、あの適当に組んでね、結果不在とか決まりないんで、適当に組んで、適当に組んで、それから背骨を伸ばす。あるいは若い方々は背骨を先に伸ばして、まあ、それから足を組む。どちらでもいいんです。それで条件なんですけど、この足組んだら、膝が上がっていると超まずい。膝が上がっているとこの肉体にはものすごく負担なんです。なんとかして膝が床に触れるようにしてください。体硬い人々は最初はいいんだけど、じわ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 と頑張って膝が床に触れるように状態にしてください。とにかく足の形どうでもいいんだけど、膝だけ床に触れた方がいいんです。なぜならばこれで体に負担が多いんです。ちょっと耐えられないんですね。膝が上がっちゃうと、それから細胞の働きがすごく混乱するし、バランスなくなる。はい、条件それだけ、座って背筋を伸ばして、それで形完了。次、今度目を閉じるんです。目を閉じます、閉じます、閉じますと目を閉じるんです。で、目の閉じ方、日本の方々よく失敗しますけど、まぶたを閉じるんだけど、この視覚やそのままをほっといたんだよね。それできな、よくないんだけどね。まあ視覚も取った方がいいんですが、あれ目を閉じたら
なんか赤く見えるんだったら閉じてないんですね。目を閉じたら全部消えちゃって真っ黒だったら、真っ黒とも感じないんだったら視覚まで閉じてるんです。あの脳細胞のその視覚するあのセクションが発達しているんだから、あのこれは瞑想に一時的に借りるんです。だから目を閉じます、閉じますなんです。はい、目を閉じる。それから体を動かさないで下腹部だけ使って、吸います、吸います、吸いますとお腹いっぱい吸うんです。気をつけてくださいよ。あ、お腹いっぱい吸う場合は背骨が後ろに行くんだからね、言ってはいけない。それから吐きます、吐きます、吐きます、全部空気を吐き出すんです。全部吐き出すんです。その時背骨が前に曲がっちゃうんだから気をつけてください。これダメなんです。まあ、ヒンドゥー教の瞑想の方々は吐くときはオームという呪文となるんですね。オームという呪文を唱えると全部まあ吐き出すことはできます。で、あの嘘をつきな人はそこをやってください。まあ、嘘をつきじゃない人々は一緒に何もやらないでくださいというのは。で、全部吐きます、吐きます、吐きますと吐き出すんです。それからもう一度吸います、吸います、吸いますと下腹部を膨らむ、風船のように膨らむように吸って、また風船を縮めて縮めて吐きます、吐きます、吐きますと吐き出します。これで3回4回ぐらいやってください。呼吸って結構疲れるんだと初めて気づくんです。深呼吸してみたら、意図的にやると正しく呼吸すると相当な労働なんです。だからだいたい4回5回やっちゃうと結構疲れますよ。それでこの瞑想をやってる方々は神秘体験欲しいんだからね、これ30分ぐらいやっちゃいますよ。そうするとまあ酸素取りすぎでしょ。だから血液のバランスが崩れるんです。面白いことは酸素を取りすぎになると脳が酸欠状態になるんです。なんかわからない、なんでやと、これは酸欠状態になったらどうなる？神様見えますね。生まれて初めて光が現れてきます。神々の声も聞こえ出します。だから酸欠状態で脳みそがどうするか分からなくなっちゃうんです。どうせこの方々は瞑想をしている方々だから、あの好みはこれ修行法でしょ、神秘的なですから、神か観音か不動産か、まあ誰か、まあ、見える可能性あります。ですからあの3回4回でやめてください。で30分もかけて深呼吸すると、で神様見えない方々は意識がなくなって倒れるうちいろいろです。で危険でしょうしね。で我々はこの4回ぐらい深呼吸をして疲れたことを認めて、待ちます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 と実況するんです。もう深呼吸はもういいよ、やらで体は今まで通りの呼吸をするんです。
その間で待ちます、待ちます、待ちますと言うんです。はい、それから、なんと体を落ち着く。落ち着いたら、下腹部に集中する。下腹部に集中すると、呼吸していることが発見しますね。だからこれ呼吸瞑想じゃなくて、呼吸を行っているのは横隔膜なんですね。だから下腹部でこの横隔膜が上がったり下がったりします。それは感じます。お腹で見るとこのお腹が膨らんだり縮んだりするんです。横隔膜は上下上下なんですけど、お腹の皮膚は前後ろ前後ろに動くようになっているんです。ですからそれを実況するんです。膨らんでいる、膨らんでいる、縮んでいる、縮んでいる、膨らんでいる、縮んでいる、膨らんでいる、縮んでいるで実況実験する。それで自分では呼吸しません。体がやってくれます。体がやってくれるんだから、膨らんでいる、膨らんでいる、縮んでいる、縮んでいる、あるいは膨らみ、膨らみ、縮み、縮みと実況すればよろしいんです。はい、そこで基本的な瞑想の、座る瞑想のセットはそこまで。トラブルはここからなんです。座る瞑想難しいなのは、足を組めないことじゃないんです。足を組めない人は何か工夫すれば話が終わりでしょ。何かちょっと高い腰掛けでも使えば終わりでしょ。一緒に大げさなことじゃない。それが問題じゃないんです。妄想が悪いと思うんです。だから妄想は狙い撃ちでストップする修行になるんです。だから座る瞑想は難しいと言うんです。そこで膨らみ縮み、膨らみ縮みというと妄想が割り込んだら、直ちに妄想、妄想、妄想と3回言ってから膨らみ縮みに戻るんです。また妄想割り込んだら妄想、妄想、妄想、膨らみ、膨らみ、縮み、縮みに戻るんです。妄想に引っ張れないように気をつけることっていうのは、訓練が一緒で、訓練してください。出た途端妄想妄想出て、それはカットする。処分する。処分する。はい、これが座る瞑想の中のレッスン日。形は呼吸瞑想で、膨らむ縮みで形セクション、姿勢セクション。これから瞑想の中のレッスン、膨らみ、妄想が割り込んだら妄想、妄想、妄想。結構失敗しますよ。失敗してもね、やめないね。これ一回で成功するならばね、いかにありがたいですかね。そうは甘くないね、人生は。失敗しましょう。妄想が割り込む。割り込んでも処分する。割り込んでも処分する。で、個人差が出てくる。精神的に悩み多い人にとっては、この戦いは苦しいんです。精神的に傷がない人、穏やかな人にとってはそんなに問題じゃないんです。ですからこの座る瞑想の第一のセクションに入ると、そこをやっているとどんな人の精神的な病気は大体治ります。精神的な問題は治って健康な精神になります。治療法は至って簡単。妄想が出たら妄想、妄想、妄想を3回言うだけ。
これ1週間やるか1ヶ月間やるか1年やるかということは私が知ったことではなくて修行者の精神状態によるものなんです。それから妄想がなんとなくそれなりに現れては消えるものになるんです。妄想は完全には消えませんよ。激しく襲うことなく、まあたまたま妄想出て消えてまた出て消えてというノーマルな火星な状態になります。そこは座る瞑想の中のセクション1なんですね。座る瞑想の中のセクション2っていうのは体固定していますからね、体揺れてはいけない。ですから必ずほど痛みが来るんです。足腰背骨肩首どこか分からんだけど痛みが出たら別に痛みと言っておいてください。それでまた膨らみ治療に戻る。どっちでやってもいいんです。痛みとそれでやる。膨らみ縮むはその間でやる必要はない。あ、責任で、あ、膨らみ縮むやらなくちゃってことじゃないんです。まず痛みが出て、膨らみ縮みできなくなりまったと、それはないんです。痛みが出たら痛みと言う。いくら痛めていったっても痛みっていうのは消えますからね。それで戻ればいいんです、膨らみ縮み。そこで痛みのタイプありましょう。しびれる、かゆみが出てくる、ビリビリしたりする、なんかすごい硬く感じる、いろんな感覚を起きますけど、どちらでも気に入らん感覚ばっかしでね、出てきたら実況してください。それなりに実況してまた膨らむ地域に戻る。いつでも痛みがあろうとも妄想が出たら妄想処分してください。妄想が敵です。はい、そういうふうに座る瞑想の中でのステージがあります。それでこの感覚が変化するんです。痛みが起きたり消えたりする。しびれがあったんだけど、しびれと言っていたのに、知らんうちに全くしびれが消えている。いろんな感覚変化が起こるんです。例えば自分にとっては足がくべるとすごい自信があったのに、なんかどこかで強烈な痛みが出てくる。びっくりしないけど、今まで足が頑丈で元気でしたけど、座るのいたらなんか足が弱くなっちゃったとかね、あれが煩悩で瞑想やめてもらいたくて出てくるんです。だから痛くない人にもたまに痛みが出る。足が硬くて座れないとかね、文句言った人にしたってもあら座れるんだという気がする場合もあるし、いろんな感覚変化が起こりますので、それはそのまま実況中継していくんです。そこら辺はだいたいできるようになってくると音が聞こえる。で、直ちに音を通っていて、それは無視した方がいいんです。で、そういうふうにこのある座る瞑想をやってみるんですよ。はい、そこはレッスンで30分やるんです。そこでこの座る瞑想にはまたいくつかのレッスンがありますので、それは個人個人で教えなくちゃいけないもので、個人で教えなくたっても個人が発見します。次のレッスンは。そういう仕組みなんです。私が言う必要はないんです。一応念のために次のレッスン、座る瞑想の次のレッスン、
言います。で体がある程度落ち着いてきます。痛みがあるない今別にある程度落ち着いている。1時間ぐらいでも座っていられる。思考妄想もまあ管理できる範囲で現れて消えて現れて消えていく。それでなんとなくまんなりになっちゃうね。膨らみ縮み膨らみ縮み痛み痛み膨らみ縮みとかね、なんか面白くないね、マンネリになっちゃって。でそのマンネリになろうとすると激しく妄想が割り込んでくるんです。それはプログラムなんです。今まで妄想は邪魔しなかったんだけど、今もう自己管理できないから妄想できちゃって私は危ないでしょうとかね、みんな怖がるんです。それプログラムなんです。瞑想膨らみ縮みや足の痛み痒みなどを落ち着いてきたら、慣れてきたらもう一度かなり激しく妄想の方が働くんです。でもそれでこの肉体よりかなり心の働きが見えた段階なんです。だからこれが肉体の働き、こんな程度でもこの段が壊れたように来るこの妄想の流れは、それは心の世界と見えてくるんです。おっかないんですよ、本当は管理できないぐらい妄想が攻撃するんです。でも管理しなくちゃあかん、妄想していてはいけません、勝手に現れたからといって。それでその人は思考妄想をキャテゴライズするんです。怒りの妄想、怠けの妄想、やる気がないっていうことは引っ込み、無気力の。妄想でなんか無気力を誘導するんですね。あるいは妄想でやる気を誘導する、あるいは怒りを起こしちゃう。なんか未だなかってなかったのに突然新しい欲を作ったりする。そういうキャテゴライズしてください。欲も妄想、それから、なんだこの妄想はと。キャテゴライズできない、くだらなく、くだらない妄想。あれは無知の妄想。それで、眠気を誘導する妄想。突然やる気が出てきて、やらなくちゃって、なんかそういう妄想も出てきます。やらなくちゃとか、なんかそう、なんか必死になっちゃって、早く悟らなくちゃとかね。そういうなんとなく、なんて言いますあれは、なんかよく、なんか頑張れという、なんか人をアクティベートする妄想がね、出てくる。そうなんですけど、あともう2、30秒でそれ消えちゃって、まあやめたくなると。だからこのステージで妄想をキャテゴライズするんです。それでそのキャテゴライズの中で拡大する聖者の、やろうではないかっていう、やりましょうという小さい心、大きい心、明るい心、暗い心、いろんな感じの気持ちの思考妄想が出てくる、まあ、そこをキャテゴライズするんです。なぜかというと、膨らみ縮みなどなどはもうできているもので無視しませんよ。それもやります。あれ、妄想出たら、なんか
怒りの妄想、怒りの妄想、はい、終わり。膨らむ縮む、膨らむ縮むなんです。そういうふうにやるんです。はい、次のステージは、まあ、後回しにします。それは書く人の経験によって現れる、自動的に現れますけどね、真理の世界、知恵の世界にありますので、これは、まあ、自動的にその世界が出てきますね。まあ、というのは、隠すほどのものじゃないんですよ。まあ、因、無常であること、因縁によって現象が生まれること、妄想に至っても、妄想を作った因縁があること、痛みが出ても痛みができた因縁があること、例えば痛みと言ったってもあれ対照的で時々、まあこれぐらい痛みって何のこともないと思ったり、あこれ痛みは我慢できないと思ったり、いろいろ対照的なんですよ。特別そういうふうに因縁によって生まれることを見えてくるわ、何一つも止まらないってことは見えてくるわ、価値は対照的であると見えてくるわ、苦しみは執着から価値入れるから現ると分かるんですね。なんかアホらしくて無常なものに価値入れないことにする。だからシャボン玉はいくらで売れるのかとは成り立つ、20カラットのダイヤはいくら売れるかっていう成り立つ話ですけど、あなたシャボン玉はいくらで売る、ね、成り立たない話でしょ。すぐ消えますからね。価値成り立ちません。一切シャボン玉で見えてくるんです。物質の働きも心の働き、自分自身でバカバカらしくて、なんで価値出たのかと。価値捨てることは、ブッダの言葉で言えば、アルパーダーナン、取らないことを何も、執着しないことになるんです。それは、まあ、知恵の世界で、それから、下達者の方に、心がすぐ行きます。はい、それで座る瞑想は終了です。はい、終了ですが、座る瞑想は初心者はだいたい30分ぐらいやってみてください。30分でも初心者には重労働だと思いますよ。ここで瞑想の終わり方があります。それを勉強しないと。進んだ人にはあまり問題はないんです。初心者は終わり方を勉強してください。瞑想終わっちゃうともう一度深呼吸に戻るんです。吸います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 と言って吐きます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 吐き出して終わりますと宣言するんです。また吸います吸います吸います吐きます吐きます吐きます終わりますと宣言する。3回も吸います吸います吸います吐きます吐きます吐きます終わりますと宣言してから目を開けます。足を腰しま、手を腰しま、立ちまとやってください、この正しく収録とすることが初心者の方々は大事に守ってください。それは儀式ではないんです、人々の心と脳みそは信頼できないんです。どんなふざけたことをやるかわからないんです。だからそこを全部問題なく収めるためにこの終了プログラムがあるんです。ですからそのふうにヴィパッサナ瞑想を行う場合は全くも問題は起きません。正しくやらない場合はちょっと幻覚なんか起きちゃうと、それでちょっと問題が起こる可能性あります。幻覚が起こることが問題じゃないんです。人がこれ絶対執着しちゃうといいことを経験しまったと
それから精神的に病気になるんです。悪い目の病気じゃないんだけど、ちょっと常識とは違って、私はやっぱりあの世界好きやとかね、聖なる世界好きやとかなんか、聖者ぶるんですね。まあそういうちょっとでトラブルが来る可能性ありますので、終了プログラムを覚えておいてください。それで、まあ以上ですね。はい、最終的に言えるのはこの、何ですかね、まあ、個人で好きなようにレッスンを選んでやることなんですね。すごくフリーで、今日はレッスン3やる、今日はレッスン4やるという気持ち次第でやっていこうにかもない。順番で言ったのはこの実況中継っていうのは人間にはものすごく難しいんですね。妄想だけしかできないんだから、主観の殻でしか生きてないんだからね。だから魚に歩きなさいというような感じなんです。慣れてないんですね。ですからそのために順番で教えたであって、実際は皆さんは好きなレッスンを選んでやるのは構いません。それから時間も自分好きな時間でよろしいし、すごくフリーでできます。しかし最後のセクションは心感染に煩悩なくす下脱を目指す瞑想なので、歩く瞑想は1時間自由はありません。座る瞑想はまあ30分最低、自由はありません。立つ瞑想は流動的で、最低10分というふうにしてください。そこら辺はそんなに自由がないんです。しかし何回立つ瞑想するのか、何回歩く瞑想するのか、それは自由です。自分の一日のプログラムに合わせて、基本的にはたくさんの時間やった方がいいんです。それで上手になる人は特別瞑想時間がなくても普通に気づきを実践することができるようになるんです。あ、瞑想時間だと時間切って書く、セパレートする必要なくなっちゃうんです。何やっていても瞑想する気になったらすぐできます。例えば女性が何か編み物をやってるんだと、でそこでやってる、こんなことやってる場合じゃない、瞑想しなくちゃって、それやめなくちゃあかんでしょ。で慣れてる人は今生誕編んでるんですね、孫に。で、あ、瞑想の時間だと、引く、押す、回す、引く、押す、実験するんです。取る、置く、叩く、そのまま瞑想になるんです。だから慣れてない人は、この生誕でる場合じゃない、私の寿命は短いんだからこれ置いておいてさっさと瞑想しましょうと言って、やっぱり24時間のある時間をカットして分けちゃいますね。気づきの達人は別所に時間分けても分けません。そのまま瞑想にするんです。瞑想と終わった途端もう実況中継で始まるんです。はい、そういうことで瞑想実践の指導が終わりです。ありがとうございます。はい、それで正式的な修行っていうのはすごい孤独の行為になりますので、移行するということもいたします。
で、以降の問で今日の、レッスンプログラムは終了いたします。はい、以降の門、あらゆる生命に憐れみをもって真理を説かれた本師釈迦尼仏陀の聖なる教えに従い、我々がここまで住んだすべての孤独を神々戦争祖父母両親親族恩師をはじめとす一切の生きとし生ける者に移行いたします。この孤独によって生きとし生ける者すべてが幸福に暮らせますように、そうして下脱を得られますように。サドゥサドゥサドゥ、アイラローゲサンパッティサッガサンパッティメヴチュアトーニンバーナサンパッティイミナーテサミジョトゥ。はい、ありがとうございます。